こんにちは、推し活チャンネルです。今回は早々のフリー連第26話を語るという内容になります。いくらかネタバレを含む内容になっているのでご了承ください。では本題に入ります。推しカプ、前回フェルンがゾルトラークを撃ってやったかというところで終わりましたが、煙の中から現れた複製体の手には周囲を吸引する赤い光が。何ですかこれは。原作勢も知らない魔法でできた術式順天青の赤い版みたい。これでゾルトラークを防いだってことだろうか。するとフリーレンがゴーレムを召喚して一緒にジドラジルム、そんな召喚獣みたいなことできたんだ。いつの日か石の人形にブレイクダンスさせてたけど、戦闘に応用するとこうなるのね。複製体が反撃しようとしたところにフェルンが攻撃するも防御魔法で防がれる。見てすらないのに簡単に防ぐのやばい。どこに隙があるんだよ。一方他の受験者はダンジョンをうろつく複製体を対象、メトーデが場所を探知してくれたらしい。回復、拘束、精神操作、探知、何でもできるなこのお姉さん。とはいえ全ての複製体の場所が分かったわけではなく、全然フェルン電源が見つからない。フリーレンたちが戦ってる最中に全然が来たらさすがにまずい。お前がこの場にいなければこんだけ念もいらなかった。試験官に向かって直接文句を言うりした。これ正論だよな。もっと言ったれ言ったれ。それに対して一級魔法使いは理不尽なほどの逆境でも覆せるような存在でなければならない。この程度は逆境ですらない。言い返してくる前世、逆境ではないかもしれないけどさ、邪魔も手助けもしないとか言っといて結果的に邪魔にだけなってるから理不尽ではあるよね。仲間の背中を守るだけで合格できる実に優しい平和な試験。試験官殿がおっしゃるのでおのおの対処することに。リヒターとラビーネはラビーネとカンネの複製体と対決。氷を飛ばすだけじゃなくて広範囲を凍らせるとか、氷キャラらしいことしてていいね。得意な相手なので難なく撃破に成功。一息ついているとラビーネが背後から奇襲を受ける。岩さえ簡単に貫通され傷を負うリヒター。文句言ったからって何も仕返しに来なくていいじゃん。ラビーネが致命傷でとんでもなく出血してて、心臓刺されてたら即退場だっただろこれ。実に優しい平和な試験。将来有望な人材が死ぬのは許容できん。どっかの試験官が言ってたけど、これ見て同じこと言えるか。試験は3年後もある。彼女を慰め共に瓶を割ってリタイア。電剣が向かってくるが間に合わなかった。勝てる気はしないが時間稼ぎをしなければと考えていると、ラントとユーベルが合流。どうでもいいけど、ユーベルの目が難解エロい。ゼンゼを倒すことがダンジョン攻略に必要だと分かると、なら私が倒すと言い出した。自分は電剣やビアベルよりはるかに弱い。だけどゼンゼには勝てると言って、レイルザイデン。得意魔法を紹介。切れると思ったものは何でも切れる。なんて感覚的な魔法。防御魔法で防げるし、ゼンゼの髪にはそれに近いものが何重にもかかってる。だから防がれるトラントは指摘するが、ユーベル曰く、そういう問題ではないみたい。勝手にゼンゼの複製体へ向かっていった。ユーベルが自分の複製体と戦うのを察知したゼンゼは、彼女が失格になった2級魔法使いの試験を思い出す。担当の試験官はブルグ1級魔法使い。防御に特化した魔法使いであり、魔法で作った服、不動の街灯であらゆる攻撃魔法を防いだ。そんな彼を攻撃し一歩でも下がらせたら合格。シンプルな試験内容でユーベルの番が回ってくる。するとあってなくブルグが真っ二つに切断された。ああ切りすぎちゃった。コップに水を入れすぎたぐらいのテンションでつぶやくユーベル。試験後にゼンゼに呼び出されても、失格処分ってのは分かってるからもう帰っていい。この子精神状態どうなってんの。どうやって不動の街灯を打ち破ったのか聞けば、ゼンゼさんって裁縫とかしたことある。唐突な質問してきた。さん付けで呼んだりするんだね。意外。ないと答えれば、自分もしたことないけど、姉貴が裁縫しているのをよく見ていた。ロリユーベルかわよ。布にハサミを入れて裁断する音がとてもいい音で、その音が好きだったとのこと。そう語るユーベルの表情がどこか妖艶ですね。結局何が言いたいのってゼンゼが聞くと、布なんだから切れて当たり前でしょと答えた。不動の街灯は見た感じは切れそうにないな。でも布だから切れるはず。その感覚に従って切り裂いたという彼女、イカれていると評価するゼンゼ。魔法もそうだし、人を一人殺しといてあの感じだもんね。回想は終わり。布と同様、髪は切るものだから切れた。ゼンゼの複製体の撃破に成功。ブルグに続いてゼンゼも倒して、
一級魔法使いキラーなユーベルさん。何にせよゼンズの天敵であるユーベルが試験に参加しててよかった。逆にいなかったらどうなってたんだよこれ。推しカプ。リアベルたちと合流したメトーで、確実に足止めしないといけない複製体は2体。デンケンの複製体をリアベルたちに頼み、フェルンの複製体はメトーデが担当することに。魔力消して近づいて、ゾルトラークで奇襲。アサシンみたいなムーブからの連射でご利用し、そう考えるとフェルンの複製体も大概だな。一人で大丈夫なのかと言われれば、高速魔法が使えることは本人で実験済みなので大丈夫っぽい。ということで人暴れすることに。一方、ラントたちはというと、ソルガニールでラントが拘束される。またユーベルの複製体に襲われてて草。しかも今度はラントの複製体も一緒。ラントへの執着がすごい。これがランユベってやつか。さらに伝剣の後ろには、ラビーネとカンネにラオフェンの複製体が。伝剣に対して人数多いけど、この3人ならなんとかなりそう。どうやらシピーゲル本体を倒すまで、複製体は復活するっぽい。ユーベルと伝剣は消耗戦になり楽しくなってきたけど、もう引き際でしょこれってラントは泣いてた。おのおのが複製体の足止めをする中で、ビアベルたちの複製体から逃げるとオン。気の毒だけど、お前がその3体引き受けてくれて助かる。最深部では引き続きフリーレンたちが戦い、ボルザンベルをぶっ放してくる。フリーレン視点では隙があるけど、フェルンは気づけていない。事前に話をした通り、自分をおとりにフェルンに倒してもらうことに。フェルンが勝てると思うなら勝てるから作戦は任せる。だって私はフェルンのことを舐めてるから。フェルンがどうこうっていうか、あんなデタラメな強さしてるんだから、そりゃそうでしょうね。またもや原作勢が知らない魔法を打ち合った後に、クバールが使ってきたような極太のゾルトラークを打ってくる。防御魔法が砕かれ急接近。杖を向けて複製体の気をそらした隙に、フェルンがゾルトラーク。そのまま連射すれば、両腕を欠損した状態まで持っていった。とどめを刺そうとすると、複製体に睨まれた瞬間、柱まで吹っ飛ばされた。何が起きたかもわからず、受けている攻撃を魔法として認識もできない。これが魔法の高みだと理解する。隙だらけの複製体にフリーレンが近づき、ゾルトラークを撃つ。今度こそ複製体を撃破。よくやったといつものようにフェルンを褒め、さっきのを見せるほど追い詰められたのは80年ぶりらしい。魔王討伐の際に使った奥の手だろうか。扉を開け、片腕を上げると、シピーゲル本体が砕けた。本体が倒されて全ての複製体が消えていくが、メトーデの激闘の跡がやばい。高速魔法を使うまでだいぶ暴れられたんだろうか。最深部に集まった受験者たち、約束通り全員を捕獲。そして一番の功労者はというと、ゴールデンミミックに食われてた。しかも見る感じ3体目。カンネとラオフェンの視線が冷たい。何はともあれ第二次試験が終了。外では脱落者が集まり、ここは俺に任せて先に行けだったブライヤ。致命傷だったラビーネも無事そうでよかった。そしてゴーレムが回復魔法を使えること、なぜかエーデルが自慢げだった。これで第26話は終了。原作に未登場の知らない魔法がいくつか出てきて、知らん、何それ、コア、で最高でした。普段は使いどころが不明の魔法を集めてるのに、ちゃんと戦闘用の魔法もたくさんあるんだな。推しカプ。ということで、早々のフリーレン第26話を語る、という内容をお送りしました。やったか、はやっぱりやってなかったですが、戦闘シーンは相変わらず迫力満点で最高でした。コメントはいただければ、ほぼほぼ返しますので、皆様の熱い作品愛、キンフリ愛、シュタフェル愛を聞かせてください。チャンネル登録、高評価、コメントも何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。